ナミさん、こんにちは。メッセージありがとうございます。今回もですね、私の動画を見てくださって、でいろんなお考えをお知らせいただきまして、本当に私もね、こうやってフィードバックをいただくと、すごく嬉しいなってのと同時に、すごくね、懐かしいと言いますかね。ナミさんといえば、私がネットビジネスに一歩足を踏み入れた時に、そこに同じところにいらっしゃってね、で今でも一緒にこうやっていらっしゃるということで、いや私はね、もうナミさんを見ると私のね、初心をいつも思い出しますね。そのぐらい深い、私はね、感動を、そして感謝を持っております。本当にね、今日もありがとうございました。で、あれですよね、堀江さんの動画確かに見たんですよ。検察庁法改正案ね。で私はね、基本的に、なんて言いますか、感情的なんですよ。ここは感情的に、安倍さんが罪を逃れるために黒川さんがあそこに着くのかなというところが、なんとなく気持ち悪いなと思ってるんですよ。ただ細かく見てみると、そうとばかり言えないなっていうのもあるし、あとはね、基本的には検察庁っていうのも人事権は内閣にあるっていうのもね、これもね、よく分かっているんですよ。プラス堀江さんが言ったように、検察は内閣が手を出さない、人事権にあんまり口を出さないっていう慣例があったんで、検察はものすごくね、権力強くなっちゃって、検察オンリーワンになっているんですよ、実は。で、起訴権限も逮捕権限も捜査権限もあるわけですから、恐ろしい組織といえば恐ろしい組織なんですよね。でこれはもともと GHQ に忖度、違う、バーター取引をして、この検察っていうところにはね、こういう制度を残してもらったっていう経緯もあるんですけども、まあでもね、どこから、今回の件を見るかによって、私もね、相反する2つ以上の意見があるんですよ。これはだからね、今回はどさくさ紛れに、定年延長をしてけしからんっていう意見と、定年延長は特に問題がないっていう考えとあるんですよ。で定年延長に関しては、公務員さんのね、国家公務員の定年を延長すると何が起きるかっていうと、それだけ給料が払われるわけじゃないですか。2年なら2年分、5年なら5年分、ドバッとそこに予算がかかるわけですよ。だからね、私としては迷うところなんですけども、今の財務省の考えでは、緊縮財政とか、税金の中から国家運営をしていくっていう考え方、この旧世代型の考え方でいくんだったら、定年延長は反対ですね。公務員さんに支払う給料が増えた分、じゃあそれをどっから持ってくるって話になるんですよ。でもですね、現代貨幣理論 MMT という、新しい経済理論に即していくならば、公務員さんの定年は伸ばせばいいと思います。なぜなら財源は日銀がするからなんですよ。お金をするから、特に税収の中からやっていくってことではないからなんですよね。と、まあ本気でね、そういうふうに思っているんですけども、だからこうなれば、ああこういうふうになるんだったらこういうふうになるみたいな感じで、現在ね、どこから見るかなんですよね。本当にこれちょっと長くなるし、ややこしいんで、もうこの辺にしときますけども、私はずっとね、安倍さんが桜を見る会、森友学園、その他ね、いろんな事案に対してずっとね、もう完全に罪の状態なところをとぼけにとぼけまくってここまで来てるんで、最終的に検察に手を突っ込んで、俺を起訴すんなよとか、俺を捜査すんなよって脅しをかけるではないかなっていう先入観で、今回の件をね、随分前から、私はもうこの1年ね、予算委員会しか見てないぐらい、国会マニアになりましたけども、まあでもね、安倍さんは今まで失ってきた信頼があるんで、変に思われるんだろうなっていうところもはっきり言ってあるんですよ。で最近のね、この感染症対策にしても、もう遅くってケチすぎて全然どうしようもなくって、それでいてせこいというね、自分のお友達には資金をバンバン流すし、こういう時でも海外の資金援助はどんどんすると、でも自分のところの国民とか中小企業経営者とか店舗をやってる方にはすごく無慈悲でね、何なんだろうなと思っちゃったりするわけなんですよね。と、まあいろんな考えが私にもあります。一つの考えを支持しているわけではないんですよ。だからね、私としてもね、じゃあ一体何が言いたいんですかってことになりますけども、私は隠居してるんで実はあんまり関係ないということでございます。でもね、やっぱり政治のことに関して、ここまでね、多くの方が注目したことっていうのはあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。
で、本当に、ね、政治ってのは全然知らない人とか、それこそ専門用語も知らないし、どんな人がいるのかもしれない、内閣と国会の違いすらわからないっていうぐらいの人がもっともっと参加するべきだと思うんですよ。でもっともっと参加してで、ね、そういうのに詳しい人が、あ、分かんないやつが入ってきたって見るんじゃなくて、いや、分かんない人が入ってきて、分かんない人が、選挙一票を投じるってところに来るから、国民の声がやっと聞かれるんですよね。国民っていうのは忙しくって、政治のことを一生懸命勉強することができない、だからこそ一票っていうのが清いわけなんですよ。それがですね、まあ、自分の思惑とその、まあ、成り立ちとかね、行政とか立法とかもう本当七面倒くさく賢く理解する人がやっていると今みたいな形になっちゃうんでね。だからあんまり知らない人が人を選んだ方がいいのかなと思うんですよ、衝動的に、うん、でそこへ行くとね、あの令和新選組の山本太郎さんとか N 国党の立花孝志さんっていうのは多分私たち国民にものすごく近いんじゃないかなと思うんですよ、ね、感情的で劇場的で短絡的で、それでいてね、みんなのために何かしたいと思って、まあ、派手に動くとかね、なんかどちらかというと私はね、ああいう風なドブ板営業といったらね、ちょっと失礼かもしれませんけども、なりふり構わずやってる方がいいな、私には近いなと思いますよね。でもちろん政策的なこともうなずけることばかりですね、まあ、ちょっといろいろ長くなってしまいました。まあ愚痴と言いますかね、人にあんまり合わないんで独り言が増えちゃったんですよ、もう。まあ、家族もいますんで、私はこの家から出ずにね、相変わらずこの3年4年家から出ることなく、誰にも会うことなく隠居しておりますで、まあ、大和くんもね、とっても可愛いんで、私もね、新しい活力とエネルギーと未来の希望をいただいてるってことです、うん、まあ、それに比べるとと言ったらね、変ですけども、うん、なんて言いますかね、子供のためにも分かりやすい政治、分かりやすい経済、分かりやすい投資、こういったものを心がけて、まあ、学校教育にね、依存するんではなくて、私は家庭教育9割ぐらいでいこうかなというふうに思ってますね。だから私もね、もうちょっとね、謙虚に賢くならないといけないなと思うばかりでございます。これからもお力貸してください。それでは失礼します。